はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。今日も、いろんな、質問に答えていきたいと思います。はい、アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。はい、今日の質問は、もっとホームページでいろんな症例が見たいんですが、見れない理由は何ですか？症例がそんなにないんですか？っていう質問。ホームページでね、症例をね、なかなかね、出せないんですよね。まあ、これはあの国の政策チームのね、まあ、政治とかいろいろあると思うんですけど、あのビフォーアフターの写真をね、ホームページに載せちゃいけないってバカな、あの本当にバカな政治家が決めた理由でね、普通ね、その理由はビフォーアフター全員がこのように綺麗になるわけじゃないでしょっていう、チャンピオン症例だけを載せるんでしょっていう、だから全部載せたら、全員載せたらいいんだみたいな。でもモニターさんって言ってさ、自分の症例を出してもいいですよっていう人と、絶対にバレたくないっていう人がいるから、全員載せることはできないから載せれないんだけど、本当にお医者さん の美容外科医の腕ってビフォーアフターでしか見せれないのに、この先生の手術は上手なのかそうじゃないのかっていうのビフォーアフターでしかアピールできないのに、それを載せれないようにする、本当バカげてるんですけど、まあ、でも SNS とか規制の緩いところで症例を見ることができるので、まあいいんですけど、でもそれでもなんか違法になったりするしね。私一個気になるんですけど、よくビフォーはすっぴんでアフター化粧してるじゃないですか、若干分かりにくいんですけど、それなんででしょうか？それやっぱアフターをやっぱり綺麗に見せたいっていうね、ドクターの、まあ、マーケティング的なこともあると思うんだけど、すっぴん化粧のね、それでもだいぶ変わるもんね。はい、化粧で変わるんで。でもね、すっぴんで、アフターもすっぴんだと、なんかいまいちなんだよね。なんかもう、学術写真みたいな。学会に出すときはそうなんだけど、こういうふうにしましたって、美容業界とかは、すっぴんで出すけど、それがやっぱり、広告っていう、なんていうのかな、あれも、まあ、意味合いもあるからね。でも本当にビフォーアフターの写真載せちゃいけないとか、美容外科に対する広告の規制の国のあり方を見てると、国は美容外科はなくていいと思ってるんだろうね、ぐらいいじめられてる感じがしますね。でみんな見れないので、あ、じゃあ韓国行こうって言って韓国行っちゃって、韓国なんかはね、もう街中にビフォーアフターの写真がバンバン貼ってあったりとかしてね、それ見たらそれはいいなってなるけどね、日本は美容外科はいらないと思ってる。韓国は美容外科を国が応援してて、外貨を獲得する手段として中国、日本から患者さんをいっぱい集めて韓国に国が金が落ちるようになってるんね。それに騙されて日本の子たちはアホみたいに韓国に手術してね、日本人の方が手術うまいって、緻密だし誠実だし、本当に日本人に対して誠実にやってくれる先生がいるならいいけどね、お金儲けの手段としか思ってない先生だっているからね。僕はもちろんすっごいいい先生、上手な先生韓国にいますよ。僕が師匠と仰いでる先生もいるんでね。だけど、日本人の女の子っていいんでね。で結局ね、そこで抜歯もできないのに、抜歯もできないのに手術しちゃって、で日本で抜歯してもらってくださいとかいう人結構受け入れるんだけど、無責任じゃん。ですよね。自分が切って塗った傷をさ、抜歯もせずにさ、まあ滞在時間が短いから抜歯まで折れないんだろうけど、日本人が。で抜歯してその後何も問題ないっていうのを見るまでが美容整形やんか。で、後の責任をさ、こっちに押し付けられても困るよっていう話。さらに抜歯代もかかってしまうんですか、患者さんはまた別で。いや、見たくないから、日本の患者さん、日本の美容医科の先生は韓国で手術した人の抜歯とか受けないよ、その韓国でやってもらってくださいって言うじゃん、みんな。
そうすると余計さ、日本の先生はダメだとか言って書かれたりするわけ、あの患者さんがね、当たり前には自分が切って塗った傷自分が見ないとさ、あもちろん知り合いでね、韓国の先生と僕がこうもう知り合いでね、私が手術した患者さんですって紹介状持ってきて、麻生先生何卒よろしくお願いしますって来たのやる、全然どこかの分からないところでね、手術してきてね、抜歯してください、抜歯したらそこから責任生じるじゃん、それで傷開いたらどうするの、ね、こっちの責任になるじゃん、はい、断るのが普通だよね、そういうことあるもんね。でも今コロナでほら韓国との行き来がないから、今だいぶまともになってるけどね、韓国で手術するのが好きな子たちはもう日本でやるしかなくなってるかもしれないしね、いいんじゃない、もしコロナで美容外科が伸びてるのはそれもあると思う、あ海外に行けないから日本国内で、韓国で手術できないから日本の病院でっていう風になってるから今多分業績伸びてるんだと思うけど、いやこれコロナ大丈夫になってまた韓国に行き来できるようになったら、美容外科の業績落ちるんじゃないかなって、要は日本の国がもっと美容外科医に対してちゃんとやってくれたら世界中から日本の医療は素晴らしいから患者さんが集まるのにって思ってます。何の話やったっけ、それないんですかないああもうあるけど出せないんですっていうね、ということになります。ちなみにもし見たいとなった場合はクリニックとかでは見れるんですか。一応クリニックではクリニックまで来ていただいたらアルバムみたいなのがあるので、それでお見せしたりできますよ。はい、はい、この、チャンネルがいいねと思った人はいいねとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。